連合軍 VA 部隊隊長マリー、彼女に特別緊急任務が下っていた。軍施設から逃亡した幼い少女、捕虜の捜索と保護である。目的の機体を発見、回収する。そこの VA 応答せよ。おや、これは連合軍のお嬢さん。こりゃ美人だ。驚いたね。誰だ貴様、すぐに投降せよ。さもなくば撃つ。あいって、俺は捨ててあったこいつに乗ってただけだぜ。中のパイロットはどうした？さあね、たださっき地球へ飛ぶ脱出ポッドを見たが。地球か。機体反応はこの辺りだが。おい！何者だお前！兄ちゃん、怖いよ！子供が VA に、なぜ？あっち行け！君たちどうしてこんな。俺たち、変なじいちゃんに拾われた。これで遊んじゃダメって言われてたけど。じいちゃん、新しい友達連れてきたよ。髪が緑色の子。その子だわ。揃っての出迎え大義である。悪のプリンセスデビロット誕生。この世の正義は許さない。なんじゃ、女と子供ばかりか。つまらん。やれ。何者、任務の邪魔をする者は容赦しないぞ。おのれおのれ、この大豆島め。私が本気を出せばお前だと。10年後を見ておれ。あいつらへん。もう追い返したわ。さあ、そのお友達のところへ連れて行って。久しぶりだねマリー副隊長。いや、今は隊長かね。ガウェイン隊長、こんなところになぜ。悪いが、君をここに入れるわけにはいかんよ。ガウェイン隊長、少女を連れて行きますよ。これも任務なのです。隊長はよしてくれ。私はもう軍人ではない。あの機体は。いかん。兵器のエネルギーに反応している。まさか、少女が乗っているのか。軍は人間の気をエネルギーに変換する兵器を作っている。捕虜と称して子供たちを集め、死ぬまでエネルギーを奪う。この子はその生体プラントから逃げてきたのだ。私怖かったの。命が吸い取られるみたいで。そんな、私は何も知らなかった。そんなひどいことを。あなたは連合軍、我がレジスタンス軍のようだ。私はもう軍人を辞めた。軍のやり方は間違っている。寝返りですか。一番信用できないタイプですね。兵器を止めなければ、連合軍の非道を止めなければ。あなたの決意認めますよ。倒すべき相手は同じです。基地へ戻りましょう。反撃の準備を整えるのです。そろそろ出発です。待って、レーダーに敵影が。ほう、こんなところに隠れていたか、裏切り者め。連合軍、まずい。今攻撃を受けた。私が行く。もはや最終兵器の狙いは固定された。この地上は焦土とガス。火山地帯に反応があります。もしやそこがターゲット。あなたたちは兵器へ急いで、私は反応地点に向かう。宇宙で落ち合いましょう。あなたは確か早乙女隊員の息子。ここは最終兵器に狙われている。早く逃げないと。
あんた連合軍だ。これは俺の戦いなんだ。出しゃばった真似はやめてくれ。あなたまさか亡くなった父上の代わりに玉砕するつもり？せめて俺が無駄死にの穴埋めをしなきゃな。それでもあの早乙女の息子、育児らしい。最後まで諦めない。それが VA 乗りの誇りのはず。待ってましたよ。タイムリミットギリギリです。エネルギーはほぼ臨界点。あと5分持つかどうか。5分で上等。私が肩をつける。そうはいかん。乾きの光が地上に届くまで邪魔はさせるぞ。これでやつもう兵器をコントロールできない。我々の勝利です。さあ早くその子供たちを助けに。子供たちは全員無事です。ここで生体エネルギーを集めて兵器に送っていたのか。人間の命の力を破壊力に変える恐るべきテクノロジーです。特に怒りや悲しみといった負のエネルギーを利用して。アリサ、ありがとう。いえ、私は任務を果たそうとしただけよ。もう軍人ではないけれど、最後の仕事だけはやり遂げるわ。あなたを家に連れて帰る。本当の家にね。